この結び方が普通ですよね。ずっとこれでやってましたけども、これじゃなかったのかな。いや、私この縦結び、うさぎの耳ちゃんみたいで好きなんですけど、私これでやっていました。こんにちは、手作り倉庫です。今更聞けないシリーズになるかもしれない、まあ第1弾というか、あずま袋、これすごく人気があるんですけれども、この縛り方。今回ね、いろいろYouTube とか、それから、Instagram、私があずま袋を作ることになって、他の方たちのちょっと画像を見てましたら、結構な方たちがこれが、結び方が、良くないですね。で、これはね、知ってる方は、もう全然問題なく、こんなことをなんで動画にするのと思われるかもしれませんが、間違えてる方もいらっしゃったもんですから、動画にしました。これは、正解をまず言いますね。正解は、この結び方が正解です。この布がこちらから来てまして、こちらからも来てまして、それで縛る面がこうして、この布と布がず同じ方向に、この結び目が、結んだものの残りがこちらに来てる、リボンが。これが正解。で、これが不正解。こうなってますよね、これ。ちょっと不正解やるのが難しいんですけど、あ、これ間違ってない。あ、こう。これね。これが不正解です、これ。折ったて結びって言います。折ったて結び。書いておきましたね。ここに書いておきます。折ったて結びと言います、これは。で、これが何がいけないかっていうと、まず、これもすごく外れやすいんです、この結び目は。これは手拭いで結構摩擦ありますからなんですけども、これ持ってるうちにこれどん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 外れてきます、この結び目は。それがまずいけない。それからこれ持ちにくいですよね。こうやってここに跳ねくるから、ここに。これがこういう結び目だったらば、ここに古物がありますから持ちやすいですよね。ここでゴロゴロしなくって、ここ。それが2つ目。もう一つ重要なこと。日本はこの折ったて結びは、亡くなった方の装束の結び目がこの折ったて結びなんです。着物の合わせが逆になりますよね。亡くなると。白装束着るんですけども、合わせ目が逆になります。浴衣の。それと同じで、紐結びとか、それから、わらじ履くんですけど、その紐結びとか、そういったものも全部、この現世のものと逆をやります。ですから、折ったて結びは、これ本当は縁起悪いんです。知らないで、これをまあ、誰かお友達にこの折ったて結びをしちゃって、それで、あげちゃったと。そしたら、知ってる人は、何この人、縁起が悪い、わざとこんなことしたのかしらって思われないように、今回はこの動画を見て、もうこっそり見ればいいです。他の人に言わなくても。私もこっそり見ちゃったって言って。ね、で、それでいいので、それで今回覚えてください。まずこれ、ちょっと見にくかったですかね。これピンクと茶色です、これ。ピンクと茶色。見えますか？これで、わざわざこれ、途中半分切ってやってみたんですけど、あんまり、柄は良くなかったのかな。色の方が良かったんですかね。まあ、ね、これでやりますね。まずね、4種類やります。いろんな掛け方があると思うので、もう全部そのいろんな人の癖を想定して、4種類だと思うんで、それ以上あるかもしれないんですけど、まあ、4種類とします。ですから、それを全部やります。ですから、この中で自分が最初に糸かけてくるっと回す時のが同じものがあると思うんですね。で、その後を覚えてくださればいいと思います。まず1番目。
左の持ってるのを上に、右の上にします。そして左の羽を回します。こういうかけ方した時の人のことね。そうしましたら、もうこれからは全部法則は一緒です。右の手をこちらに左に持っていきます。左の手を右に持ってきます。そして右に持っていったのをこうしてくるっと親指を包んでかけて、そしてこっちから出します。これが1番目。次に2番目、左の持ってるのを右の上にかけます。さっきこうしましたね。次は右の手の右に上にあるものを向こうからこちらにかけます。こうしてやる人いると思います。そうしましたら、次この時も右のこの下になってる方、今見てるこの下側ね、今くるっとかけた方、右の手にあるものを左に持っていきます。左の手にあるものをクロスします。そうして親指をくるむようにこの中に通して、そして引っ張り縛る。これで綺麗に結べます。3番目、右に持ってるものを上にします。左が下、今度はね。今度次はこのこちらをくるっと回す人がいると思います。こうしてじゃ回した方だから、これ下になってますね。これが上、下になってる方を上に右に持ってきます。上になってるものを交差するようにこっちに持ってきます。左に持ってきます。そうしてやはり親指をくるむように親指を通ってこうして中に入れます。そして結ぶ。次は4番目、右のものを左の上に乗せます。そして右のをぐるっとかけます。これもやると思うんですね。これもあると思います。で同じ法則です。もう分かってきましたよね。左の下になっているものを右の方に持ってきます。右のものを左に持ってきます。親指をくるっとくるっとしてこの中に通します。そして結びます。これで4つ、これでもう4つしかないと思うんですね。まだあるかもしれないんですけど私はちょっと考えつかなかったんですね。でこれがね、慣れてくるとね、気持ちよくできるようになってくるんですよ。それがね、なんか変なんです。逆にその折ったて結びにすることができないというか難しくなる。で私の場合は左が上で、これをこの右の手でこうやってシュッてやるんですね。こうしてこうやってわざわざしないんです。左を上にしてこの指でくるってかけます。それでこれ持ってきますよね、手で。そしてこうして親指がを通ってこれ、ここの指でこれを挟んでこうして持ってくる。これ何気かなくやってる人も、これは小さい時に習ったかもしれない。もしかして、まあ周りの大人の方たちがこの折ったて結びっていうのは良くないんだよというふうに教えてくださらなくても、今からでもいいので、知らなかったんではなくって知りましたっていうことで、一生懸命やってみて、自分の手のこう好き嫌いあると思うんです。左利きの方、右利きの方ですから、どっちでもいいんです。どっちが上になってもいいから。これお茶とか作法とかになってくるとちょっと違いますから、今回はまあどっちでもいいから、とにかくこの折ったて結びはやめましょうということで、この動画を参考になさってください。